へ進まれるのならお気をつけください。この辺りには黄金刀の首領張角がおります。腹が減っても食い物が振るわけでなし。畑仕事の邪魔はやめてほしいよ。賊が来るとゾクゾクするんです。もう怖くて。兄じゃ、官軍からだいぶ遅れてしまった。急いで後を追おう。別にいいんじゃねえのか。どうせ奴ら気にしてねえよ。俺ら義勇軍のことなんざ眼中にねえんだ。いや、我らも急いで向かうべきだ。ふっ、兄じゃ真面目だぜ。それじゃ一暴れしてやるか。張角ってやつを倒せばいいんだな。一気に攻め込んじまうぜ。だが官軍が苦戦している様子。まずは彼らの救援が先決でしょう。
我が策に欠かせぬ。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。行くぞ。無条件次は容赦しねえぞ。敵将討ち取ったり。攻撃を仕掛けてはいかがか。皆のために
できぬ。ものよ、我を倒して何をなさんとす。私はただ乱を収めたかっただけだ。愚かな。蒼天はすでに死す。我亡き後も新たな乱が次々と起ころう。たとえそうだとしても、苦しむ者あらば私は救いの手を差し伸べる。哀れなるほどに無垢なる者よ。その無垢さが万事の近しき者どもに不幸を招こう。